はい、ではショーホイピーパーの解説をしていきます。ショーホイピーパーはその前にロウシアオブという動作があります。ロウシアオブの右手が前で終わっている最終形から始まります。これは鏡面ですので、こちらが皆様の右手、こちらが左手となります。ロウシアオブの右手が前の最終形から始まります。ではやってみましょう。前の手首を緩めます。腰を右へ回しながら両手は丸く円を描く感じですね。そして胸の前で挟みます。手のひら内側に向かい合わせていきながら挟んでください。これがショーホイピーパーとなります。ではショーホイピーパーを解説します。右手が前で押しているところ、下の手は腰の斜め前ぐらいで指先を正面向けますね。ここから始まりましょう。まず最初は前の手は押していますので、その手首を緩めます。スーッと緩めるということは手のひら若干下に向く感じですね。そのままイメージとしては小指側のこの部分ですね、で外側に丸く張る感じ、外側に丸く膨らます感じですね。それをイメージすることによって腰が右に回っていきます。ですのでこの前の手は右方向に若干外側に膨らますイメージを持つことによって腰が右に回りますので、この腰の回転に合わせて下の手も丸く遠心力のように膨らんでいく感じです。スーッと丸く回す感じです。この時の手というのはあまり外に開きすぎません。これは限界135度、いわゆる太極拳の横の概念ですね。これ以上膨らましません。この状態で丸く膨らんで若干腰が斜め右方向向きます。その時に両方の手は手のひらをゆっくり向かい合わせていきながら挟んでいきましょう。ここで完成となります。正中線ですが、最終形は腰が斜め右方向向き、そして左手が前、右手が手前の状態で挟んでいます。この手の位置関係は横から見ましたらこの形ですね。ちょうど下の手は肘の内側の辺で挟んでる感じです。そしてこの両方の手は若干実践的なことをイメージしてほしいので、この挟む時の両手の位置ですね、これがあんまり上下しすぎない方がいいです。本来は一本の腕は挟むイメージが必要ですので、手前の手、いわゆる右手は相手の手首の内側に添えて、そして前の左手は肘関節に添える感じです。そうすることによって手首と肘関節を決めてしまうというような動作です。ですのでこの両方の手はあまり上下にずれない方が理想的であります。ではもう一度やってみましょう。右手が前の状態でロウシアブから入りましょう。手首をゆっくり緩めて腰を右へ回しながら丸く膨らませるようなイメージです。そして胸の前で挟みながら完成してくださいね。緩めながら完成をします。はい、これがショーホイピーパーの動作となります。では横から見てみましょう。前の手首ゆっくり緩めて腰を右へ回します。下の手ゆっくり丸く持ち上げてくださいね。胸前で挟みながら緩めて完成をしてください。はい、では今度は反対の横から見てみましょうね。はい、では右手が前のロウシアブから始まります。手首を緩めて腰を右へ回しましょう。ゆっくり丸く膨らませるようにして持ち上げます。胸前で挟みながら緩めて完成をしてください。はい、これがショーホイピーパーの動作です。では今度は背中の方から見てください。腰の回転と両手の軌道がよくわかるかと思います。腰をやや左へ回して手首を緩めます。腰を右へ回して両手を丸く開いてください。左手が向こう側、右手が手前側の状態で挟んで緩めながら完成をします。はい、ではショーホイピーパーのポイントを解説します。まずショーホイピーパーは丸い円を描いていくのですが、目的は挟むことです。そして太極拳的には胸の開合といいまして、開くと合わせると書いて開合というのですが、この胸の開合というものを動作の中で意識をしながらこのショーホイピーパーする方が良いかと思います。ではこの胸の開合を少し意識してやってみましょうか。では右手が前の状態から始まりましょう。手首を一旦緩めて腰を右へ回しましょう。この辺りからゆっくり徐々に胸の真ん中が腸痛蓋というイメージを持ちながら、ゆっくり胸から少し開いていきましょう。しかしこの手の開きはあまり開きすぎないようにしてください。いわゆる限界は135度ぐらい、もう135度も開かないぐらいですかね。少し胸から開いたなっていうぐらいで OK です。そして腰を徐々に右へ回しつつ、今度は胸の真ん中から挟んでいくようなイメージで、そして若干親指側を外旋するようなイメージで挟んでくださいね。スーッと挟んで緩めます。ですので手が挟まってるとか腕ではなくて、胸の真ん中から一旦開いて胸の真ん中から合わせていく、これが開合です。これは少し意識して行う方が太極拳らしい雰囲気が出てきます。ではもう一度やってみましょう。右手前から始まります。手首を緩めて腰を右へ回しながら胸から少し開くようなイメージです。そして胸から合わせていきながら挟んで緩めて完成をしてください。はい、これがショーホイピーパーのポイント。そしてもう一つショーホイピーパーのポイントがあります。ショーホイピーパーの完成形は挟むという形。挟むときにもう二つイメージを持ってほしいです。同時にあと二つというのは緩めて少し押し出すです。では横から見てやってみましょう。右手が前の状態から始まりますね。
手首を一旦緩めて腰を右へ回します。胸前少し開きましょうね。胸前で挟みながら、ここからです。挟む動作と同時に少し下に向かってスーッと緩めるイメージを持ちつつ、若干前にスーッと押し出していきます。挟む、緩める、押し出す、これを行うと正方形ピーパーがさらに太極拳の雰囲気が出てきます。持ち立っていますね。ここからいきましょう。右手が前から始まります。手首を緩めて腰を右へ回しましょう。丸く膨らませます。胸前で挟んでください。前に少し押し出しながら緩めて完成をします。はい、このイメージを行うことによって正方形ピーパーが太極拳らしくなってきます。ぜひ行ってみてください。はい、では正方形ピーパーの解説を行います。正方形ピーパーは老子仰向けからつながります。ではやってみましょう。これは鏡面ですから、こちらが左、こちらが右となります。左足が前、右手が前の老子仰向けから入ります。腰をやや左へ回しながら、前足重心、前の手首を緩めて後ろ足半歩引き寄せてください。後ろ足の重心、腰を右へ回しましょう。下の手ゆっくり丸く持ち上げます。前足をかかと踏み返しながら胸前で挟んで緩めて完成となります。前足重心、後ろ足を半歩引き寄せます。前の手首を緩めてください。後ろ足に重心移動、腰を右へ回して下の手ゆっくり丸く持ち上げます。前足かかと踏み返しながら挟んで緩めて完成となります。正方形ピーパーこのように行いましょう。ではこの正方形ピーパーの手と足の合わせ方を解説しましょう。老子仰向、左足前、右手前の老子仰向から入ります。まず一つ目にやることは、腰がやや左へ回ります。前の股関節を緩めて腰をやや左へ回しながら前足重心乗せます。その時に前の手、いわゆる右手首を少し緩めて、前に押さずに緩めていく感じですね。そしてそのまま前足重心乗せて後ろの足を半歩引き寄せてください。これがまず一つ目です。前の手首を緩めて、前足に重心で若干腰が左方向回ってる、そして後ろ足を半歩引き寄せる、これがまず一つ目です。そして二つ目です。そして二つ目の動作、そのまま後ろ足に重心移動していきながら腰を右方向に回して両腕を丸く回してください。ここで完全に後ろの足に重心乗ってます。そして前足少し持ち上げてください。胸前で挟む時に前足はかかとで踏み替えていきながら緩めつつ完成をしていきます。はい、この時の前の足のかかとは持ち上げるのではなく、自然に緩んでいる状態で置いている状態です。ですからつま先が横から見ましたらこのようにならないでください。自然に置いてるだけです。では横から見てみましょう。前の足に重心移動、前の手首を緩めながら後ろ足を半歩引き寄せてください。これがまず一つ目ですね。後ろ足に重心移動して腰を右へ回しましょう。下の手丸く持ち上げます。前足少し持ち上げて、かかとを踏み返しながら挟んで緩んでください。はい、このように前の足は自然にかかとが着地されているだけ、つま先を起こさないで緩んだ状態で足を自然に着地する、この状態が自然な状態となります。これがいわゆるシューブ、この前のハイホレアンチはつま先着地でした。この正方形ピーパーは同じシューブなのですが、かかとで踏み替える、これが正方形ピーパーの時の足となります。腰をやや左へ回しながら前足重心、後ろ足半歩、前の手首を緩めてください。後ろ足に重心移動、腰を右へ回します。下の手丸く持ち上げてください。前足はかかと踏み返しながら緩めて着地しながら完成をします。はい、ではこの正方形ピーパー、手と足のタイミングもしっかり意識をして繰り返し行ってください。左足を肩幅に開きます。真ん中に重心を乗せてください。息を吸いながら両手は肩の高さまで持ち上げます。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落としてください。左足にやや重心移動、腰を右へ回してつま先斜め右方向に向けます。右手が上でボールを抱えて左足をゆっくり引き寄せてください。左足をゆっくりかかとから着地、柔らかく分け開きましょう。イエマー天丼、後ろ足にゆっくり重心移動、腰を左へ回します。胸の前でボールを抱えてゆっくりかかとから着地、柔らかく分け開いてください。緩めながら完成をします。後ろ足に重心を、腰を右へ回します。胸の前でボールを抱えて柔らかくかかとから着地、分け開いてください。緩めながら完成をします。バイホリアンチ、腰を左方向回して胸前ボールを後ろ足半歩引き寄せます。後ろ足に重心を、腰を右へ回してください。上下に入れ替えてつま先踏み返しながら緩めて完成をします。ロウシアオブ、腰を左方向回して正中線に下ろします。右に腰を回して胸前払ってください。前足を引き寄せながら横に持ち上げます。上下に入れ替えてゆっくりかかと着地、
膝の前を払いながらゆっくり肩の前に押し出してください。後ろ足に重心と手首を緩めます。腰を左方向回して内側に払います。横に持ち上げて上下に入れ替えてください。かかと着地、膝前払いながら押し出します。後ろ足に重心移動を緩めて腰を右へ回します。横に持ち上げながら後ろ足を引き寄せて上下に入れ替えてゆっくりかかと着地、膝前払いながら押し出してください。緩めます。ショーフェイピーパー、前足重心、後ろ足半歩、手首を緩めます。腰を右へ回し後ろ足に重心移動、下の手丸く持ち上げます。前足かかと踏み返しながら挟んで緩めてください。中止、左足を肩幅に開きます。真ん中に重心を乗せてください。息を吸いながら両手は肩の高さに持ち上げます。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落としてください。左足にやや重心移動、腰を右へ回してつま先斜め右方向に行きます。右手が上でボール、左足をゆっくり引き寄せてください。かかとから柔らかく着地、ゆっくり分けてみましょう。イエマーフェンゾン、後ろ足にゆっくり重心移動、緩めて腰を左へ回します。胸の前でボールを抱えてかかとから着地、分け開いてください。緩めながら完成をします。後ろ足に重心移動、腰を右へ回します。胸の前でボールを抱えながら後ろ足を引き寄せて一歩出してください。分け開いてください。緩めながら完成をします。バイフォーランチ、斜め左方向、ボールを抱えながら後ろ足を半歩引き寄せます。後ろ足に重心移動、腰を右へ回して胸前に合わせてください。上下に入れ替えてつま先を踏み返しながら緩めて完成をします。ロウシアウブ、腰を左方向回して正中線に下ろします。右に腰を回して胸前払ってください。前足を引き寄せながら横に持ち上げます。上下に入れ替えてゆっくりかかと着地、膝前払いながらゆっくり肩前に押し出します。後ろ足中心、手首を緩めて内側に払いましょう。前足重心、後ろ足引き寄せながら横に持ち上げます。上下に入れ替えてゆっくりかかと着地、膝前払いながら押し出してください。後ろ足に重心の腰を右へ回します。横に持ち上げて上下に入れ替えてかかと着地、膝前払いながら押し出してください。ショーホイピーパー、前足重心、手首緩めながら後ろ足半歩引き寄せます。後ろ足に重心移動、腰を右へ回し下の手丸く持ち上げてください。前足かかと踏み返しながら胸前で挟んで緩めて完成をします。